はよう、みんな。今日は遠賀川にリスナーさんたち。実はですね、これもう釣り始めて多分1時間ぐらい経ってオープニング撮ってます。撮り忘れてたとかじゃなくて、暗いから、やっ この時間にね、やっと明るくなってきましたね。そうなんですよ。で、まあとりあえず午前中のまあ調光の時からちょっと動画流すんですが、オープニングは中撮りになっております。で、今日は音楽は曇って雨が小雨で、ここ数日釣れてないという噂で息をよってやってきたんですが、果たしてこの大好きは釣れるのでしょうか。皆さん期待してください。レッツゴー。さあどうでしょう。食った食った食った。オッケー。オッケー。オッケー。しゃ。あ、でもそう言うても40ちょうどぐらいですよ。朝一の巻物ですね。テンプレート通りの。はい、1匹目。40ちょうどぐらいですかね。もうとりあえず巻いて、なんか、適当に巻いてたら釣れましたね。で、ちょっと、あんま引かなかったですね。多分最近増水と減水を、繰り返してて、魚自体がちょっと体力ないのかな。というわけで、ちょっと、サクッと逃がしてあげようと思います。サイズももう、とりあえずそんなでかいわけじゃないから、測らないっす。まあ、約40くらいかな。やりました。はい、ありがとう。噛む。こいつめっちゃ噛むやん。全然引かないった。バレたか、一文字足りんやつかと思ったんですよ。真面目に。で、こばすかなって思ったら。で、40ぐらいあった。確実にエリア選択間違えた気がする。俺、この辺のヨレおるかなと思って。全然よれてね、中にバンバン水入っていきよる。バブ流されるでしょ。もう論外です。もうダメです。ヘビーロス。あそこ浮いてますよね。あそこ売れてます。磨かりかましますよ。流れのよれとは言いたい。左に投げるでしょ、はい、で5秒後ぐらいには右にあるんですよ。浅い浅い。用事あるんですよね、はい、頑張ってくださいね。何の用事かわからんですけど。また行きましょう。いや、もうまた声かけさせてもらいます。はい、多分僕あと1箇所ぐらいで終わりかな、はい、ちょっと音楽水系の中でもかなりマイナーなとこに来ました。まあぶっちゃけここあんまりそんなに来た経験はないんですが、本流がね、ちょっと釣りになんないから。これちゃんと動いてる？うん。
クランクじゃボトムを叩きすぎちゃうから、あのシャロークランクでもちょっとめちゃめちゃ浅い。これ今勝つの何だったっけな。これでやるんですか。ここちょっと喋るよったら通報されそうだな、マジで。撮影で喋ってたら通報されそうだな。絶賛市街地 YouTube です。通報しないでください。マジでリスナーさんに釣ってほしかった。どうなんかな、ぶっちゃけこんな速い動きついてこれないんじゃないかなと思いながら投げてますけど、そう、釣れんなこれ多分。バスだ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 バス取ったわ。トポイ食った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 、行くぞ。絶対バラしたらあかんぞこれ。おっしゃ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 、でけでけでけ、でけでけでけ、これ絶対バラすな、これバラすな、これバラすな。オッケー、よっしゃ取った、よしやりました、よかった。でかっ、いい魚、ヒヤヒヤしたぜ、ありがとう。やりました。ちょっと今からサイズ測ります。めちゃんこ引いた。
最高だぜ。いい締めですね。よし、ドラッグスティックの 3.5 インチのフリーリグ、 3.8 インチかのフリーリグやったった。よし、いいドラッグスティック丸飲みです。うわいい魚体です。測ろう。はい、47センチですね。47、やりました。お、危ね。さあ逃がしたろう。7センチでした。じゃあサクッといっぱいしてあげましょう。ほら、やった、最高です。